はーい、どうも皆さんこんにちは、ツバです。というわけで本日もやってまいりました超大人気企画使い切るシリーズ、イエーイ。まあ自分で言うもんじゃないんですけどね。というわけで今回8段目ということでね、先週はねコンシーラーを使い切ったわけなんですけども、そちらのコメント欄でリクエストが大量にあったので、そちらをちょっとね見ていきたいと思います。ニベア使い切ってバカめ、ニベアはこうドゥルッと取ってベチョで終わりやろが。次、口紅やったわ、マッキー顔に塗ろう。いやもうそもそも趣旨がちゃう。というわけでね、まあこんな感じでコメント書いてあったんですけどもね、たくさんあった中の一つ、エペペーアイライナー。というわけで本日はですね、アイライナーを使い切っていきたいと思います。とうとう来たか。カラーアイライナーのボルドーを買いました。色っぽメイク、美しい目元、大人カラー、綺麗に発色、いつもと違う印象的な眼差しに。というわけでですね、僕アイライナーはわかるんですよ。ここに塗るやつですね多分。じゃあ早速開けていきますか。あーじゃあババーン。え、これどうやって使うの。あーそういうことか、こっちの方で塗っていくという感じですね。というわけで早速時間計ってやっていきたいと思います。用意スタート。あれそんなにかけて、おお、めっちゃかけてる。あー一瞬で垂れ目になった。こっちも、あーかわいいわ。あ、これ出していくスタイルね。なるほど。あー見てください皆さん、最大ここまで。いや余裕、絶対これ10分で終わるわ。サイ&コーやん。ありえない、ありえない、こんなこと今までない。ちょっとやばい、もう折れた。え待って、やばい、どうしよう。開始2分でもう折れた。まだ中には残ってるんで、ちょっとこいつをとりあえず使い切ろう。あー6つ。あーむずい。あやばい、パンダになっちまった。ちょっともう折れるのだけはマジで勘弁。アイライナーじゃないよこれじゃあ。というわけでね、こっちに余ったやつを折らないように使い切りたいと思います。チエミやん。え嘘でしょ、また折れました。またこれ指で塗らなあかんやん。パンダか、売れないビジュアルバンド。本格的にパンダになってきた。なんこれ、ちょっとなんか楽しいな、やっとって。レボリューション。いやそんなアイライナー1本使い切るなんて無理だよ。1本無理だよ。一本一本、日本それかか、日本やります。え、ちょっと待って、ちょ皆さん見てください、いきますよ。ひねったら出てくるの、こんだけマジで終わってまう、これ早い。じゃあもう残りガッていっちゃいますよ。はい皆さんいきますよ、せーの。ほらもう全然つかない。というわけで使い切ったと言っていいでしょう。今回やばい。というわけでアイライナーを使い切るまでにかかった時間は13分でございます。マジで早い。うわ今回めっちゃ早かった。アイライナー優秀だなお前は。というわけでですね、今回かなり早く使い切ることができました。しゃい。というわけでまた来週も使い切るシリーズやるので、やってほしい化粧品だと助かる、やってほしいものがあればコメントぜひよろしくお願いします。まあグッとたくさん多い化粧品からいっちゃおうかな。というわけでもう使い切ったということで、皆さんとはバイバイだ、バイバイだ、アイライナー。